北朝鮮の朝鮮中央通信は昨日伝えた論評で、先月末の G20 サミットで日本が北朝鮮に対する制裁決議の完全な履行を呼びかけたことを取り上げ、その直後に米朝首脳がパンムンジョムで会談を行ったことで、安倍総理が国際的な物笑いの種になったと名指しで批判しました。その上で、我が国を中心に展開されている首脳外交の場に日本は加わることができていないと指摘し、敵視政策に固執してきた日本がもたらした当然の結果だと強調しました。北朝鮮は安倍総理が前提条件のない日朝首脳会談を呼びかけていることについて、これまでずうずうしいなどと批判。今回の論評でも、現在の情勢の下で日本ができることは何もないと牽制しています。